どういうふうにやってるか教えてもらってもすごいなっていうのがあるんだけど、本当に目の前で何て見ても見えないというか、その場はちょっと暗いのね。その出してるとか見えても、その技術とかが普通の人分かってもできないなって思うんだけど、結果どうでもあの人すごかったよ。だって雪も見てたけどさ、目の前で見てた。これが一枚こっちに目を引きつけてとかさ、めぐちゃんとかも詳しいからさ、それでよく見てたりとかしてたんだけど、小鳥の鳴き声ではなくレベル高いと思います。野菜を切る音に目を覚ました。結構ローカルらしいよ。なんかそういう老人ホームとかさ、あー支援からさ、どこでもできる。朝が結構あのテレビとかね、布団から足を出して、前なんかちょっと飲み屋でしょ、もう一度くるまり短い家を出てく音に女の人もいないからね。夢を覚ました。ああ夢か、布団からゆっくりと眠い目をこすりながら台所へ。テーブルの上にはいつも一つだけ卵焼き、少し冷めたそれを温かいご飯といただきます。テーブルの上にはいつも一つだけ卵焼き、少し冷めたそれを温かいご飯といただきます。何かを振り払うように朝の支度をする。テーブルの上には卵焼きはない。代わりに自分で作る形の悪い卵焼き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 。テーブルの上にはかつて一つだけ卵焼き、少し冷めたそれを温かいご飯といただきます。少し冷めたそれを温かいご飯といただきます。少し冷めたそれを温かいご飯。